はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ニューズウィークにですね、この皮肉の効いた記事が載ってまして、これは2月20日ですけど、ちょっと前ですね、先週の火曜日ですか、風刺画で読み解く中国の現実ということで、スーパーパワーサテライト、ちゃうわ、スーパーパワーサ読めへん、ステイヤーかな、ステイヤーってどういう意味なの、出てけへんやん、あ、皮肉という意味ですね、ステイヤー、はい、行きましょうか。大雪で、車が立ち往生しても助けなし、不審の国中国のあまりにお粗末な防災意識ということでですね、2024年の春節直前、湖北省など中国の渦中地域に15年ぶりの大雪が降った。数十万台の車が高速道路で立ち往生、地元政府は何の解決策もなく手詰まり状態で、3日以上高速道路は動かず3日も動かない。でもね、7日という話もありましたからね。ドライバーは食べ物も防寒用品もない。中国版 TikTok の、なんたら音など SNS 上には、助けを求める絶望的な投稿が現れ、海外にまで拡散した。このような事件は今回だけではない。3年前の2021年夏、河南省で発生した大洪水も天災というより人災だった。記録的な豪雨であることが分かっていたために、地下鉄は通常通り運行し、数百人以上の乗客が冠水した車両の中で閉じ込められた。低地にあるトンネルも通行止めにしなかったせいで、大勢の人と車が浸水したトンネルで立ち往生した。そんなことあったんですか。中国政府は無作為だ。中国人の安全意識が低い。日本人を含めこの痛いニュースを知った海外の人々は、こう思うかもしれない。しかし実はそうではない。そもそも安全に関しては中国政府ほど有作為何かことをなすということですね。な政府は他にない。中国へ行ったことがある方々は賛成するだろう。中国の街にはあちこちに数えきれないほどの監視カメラがあり、どこにでも巡回中の警察官がいる。電車や地下鉄に乗るには日本の空港よりもずっと厳しい安全検査を経ねばならない。中国政府は安全のために精一杯力を尽くしている。ただしそれは人民の安全ではなく国家の安全、つまり共産党政権の安全のために全ての人民は警戒すべき対象だと。まあそういうことですね。中国人の安全意識も決して低くない。中国のどの家庭にも取り付けられている面号所防犯ドアを見ると分かる。政府は人民を警戒するのと似て、普通の中国人は自分と家族以外の他人に対してもう用心深く、誰も信用しない。政府は人民を信じず、人民は他人を信じない。上は政府から下は民衆まで、この不信社会の国にとって安全意識とはほぼ防犯の意味であり、防災の意識は極めて薄いという政府に反対するわずかな言論にも素早く反応するのとは対照的に、自然災害にはいつもなすすべを知らない。挙句天災そのものよりも人災の犠牲が多くなるということで、このですね、あれは終わってます。まあですね、結局何日閉じ込められたんでしょうね、あの高速道路、7日6日という説もありました。中国はこのですね、2月10日がですね、お正月でございまして、そもそもしかしね、世界で旧正月を祝ってる国ってね、韓国と中国とベトナムだけなんですよ。いやだと思いますよ。私の子供の頃には旧正月という言い方がありました、日本にも。ですね、今日は旧正月やとかって、うちの父親が言うてたような気しますけどね。それで七草がゆを食べるとか、なんかそんなのがあったような気がしますけど、今はほぼなくなりましたね。旧正月の行事なんかなかったでしょ、日本では。七草がゆとか言わなくなりましたね。あれ、2月3日が節分ですか。でですね、恵方巻きを食べるという習慣がありますよね。あれ、僕の子供の頃の少なくとも京都にはなかった習慣ですね。
誰かが言うてました。あれはですね、海苔業界の陰謀やと。まあ、恵方巻きを食べることによって海苔売れますもんね。そもそもですね、2月14日のバレンタインデーは、あれはですね、お菓子業界の陰謀と言われてましたけど。じゃあ、2月10日のですね、七草がゆはですね、七草がゆ業界の陰謀にならないですね。農協、頑張らなあかんやん。ほんまに、ということ、まあ、どうでもいい話ですけど。まあ、それは置いといてですね、この2月10日前後に中国の高速道路でですね、雪で閉じ込められたところはですね、動かなくなったんですね。で、日本でそういうことが起こると、えらいことですよね。誰が悪いねんって責任追及が始まりますし、その前に、その管理してる、道路を管理してるのがですね、道路公団とかありますよね。そこには除雪車というものがあってですね、除雪に出ていくはずなんですけども、どうも中国ではですね、そういったことをした気配がないんですね。もうほったらかしといたという感じですね。通れなくなった、知らんそんなんという感じですね。その、こう、解消のために努力したという、こう、気配が伝わってこないわけです。ここに書いてある通りですね、なんて言いますかね、防犯意識というか、自分に対する防犯意識は政府も人民もですね、強いんですけど、防災意識というものはないんですね。だから、いった何か起こるとですね、日本でならそんなで人が死ぬはずないのにということで、ところなのにですね、何人も何十人も何百人も人が死んでることになってるんちゃいますかね。多分ですね、高速道路に取り残された何千台、あるいは何万台という車の中でですね、亡くなった方っていうのはですね、2桁で聞くんかなという感じがしますね。そんな数字が公表されるはずもないのがあの国です。つまりですね、日本人が言う人権みたいな意識というか、観念、価値観というものはほぼないんですね。ほぼないんですよ。すごい国ですよ。ちょっと前に話題になってたのはね、20歳前後ですかぐらいのですね、息子がいなくなって親が嘆き悲しんでいたらですね、湖の底から発見されたんですけど、臓器がなくなっていたっていうのがあってですね、向こうでは臓器狩りということもですね、平気で行われてるみたいなんですね。アメリカ人の金持ちがですね、中国に行ったらですね、もう翌日に臓器の移植手術が受けられるそうでございまして、相当な金を積むみたいですけどね。日本の場合、臓器移植というのはドナーが発生してやっとできますよね。だから何ヶ月も何年も待ってる人がいっぱいいますけども、中国では待ち時間ないんです。ないんです。どっから臓器を取ってるんでしょうか。まあ、それぐらいですね、人の命が軽い国ですからですね、そんなもん高速道路が動かへんのも関係ないわよみたいなですね。各責任者というか責任のあるですね、政府等はですね、そういう感覚なんでしょうね。だからその、災害から人民を守ろうというですね、もうそういう観念がほぼないんちゃいますかね。いやー、そんなとこにね、そんな国に日本人がね、まだ10万人ぐらい住んでるらしいんですよ。いや、はっきりした統計はありませんよ。記事によっては3万ともありますし、5万ともあります。10万人ぐらい人が住んでいるわけでして、きっとですね、高速道路で閉じ込められた中にもですね、日本人は何人か混じっていたんちゃうんかなと思うんですね。ただ、あの国今ですね、情報発信ができなくなっているわけですから、日本に対して情報発信するとですね、そういう共産党政府にとって、不都合な情報発信をするとですね、すぐにこういなくなってしまうんでね、できないんでしょうね。そんな国にいたらあかんやんと、私は思いますけどね、なんでそんな国に住んでんのと。なんか仕事があるんでしょうけども、いや、そんな国に住んだらあかんわと思いますけどね、早く帰ってこなきゃ、早く帰ってくればいいのにと思うんです。誰も助けられませんからね、そういうところで災害にあってもですね。少なくとも日本政府はですね、そういう災害が発生したらですね、とりあえず政府の使命としてですね、救助に行くわけでしょ。で、避難所を設置してですね、その生活の面倒を見ようとしますでしょ、少なくともね。そういう発想はほぼないんちゃうんでしょうかね。
まあ、あんまりね、自然災害が多い国とは思いませんけどね、中国という国は。日本ほどそんなに多くないし、めったに地震もないしですね、今回のようにですね、大雪が降るっていうのも、まあまあ、それは何年かに一回あるのかもしれませんけども、そんなに多くない国だと思いますけども、でもあまりにも政府は無策ですね。はい。ということで、このニュースウィークのページを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。